もピオキングです。今日はこのコースやっていきたいと思います。トロールレベル、サムネにもトロールいや毎回ねこの画面だけで何か突っ込みたいなって考えてるんだけど、今回は何もなくて困っちゃってるいや待って、諦めるなピオキング。この画面のどこかに絶対何か突っ込めるものがあるはずだ。あ、左下のあれピクミンじゃね。それじゃあやっていきますね。クリア率は 1.83%。 これさ、週間ランキング1位で見つけたんだけど、すごくない？トロールコースで週間ランキング1位取るって。だいたい音楽コースとか爽快コースが来るような気がするから、めちゃめちゃ楽しみにしてるね。まず左上のオンオフをしろってか。いや、あれは罠だ。何もしないで右に進もう。そしたら右のオンオフが開くと思いますよ。開幕花ー。なるほどね。今日は制作者さん心理戦がお望みのようだ。じゃあオンオフをしてみる。そしたらブラパーが消えた。いや、このテレサを左に持ってくればいいんじゃない？そのバーってしておいてとどまるのやめろ。でもまあ分かってしまえば簡単だからね。オンした瞬間に右にダッシュ。当たるかい。ちょっと待ってくれよみんな。このコースめちゃめちゃ既視感があるんだよな。これも既視感なんつって。これ本当にやったことがあるかもしんない。このテレサとブラパが上がってくるところを見たことがあるんだよな。で、右のこのブラパがあるじゃん。このブラパのところ罠だと思いきや本当に罠だったんだよね。だから左が正解だったみたいな。全部忘れちゃってますね。その証拠にこの画面の罠全て引っかかってるんじゃないんでしょうか。いや、さすがに覚えてないよね、そんな前にしたコースとかさ。動くな。目先のことに惑わされるな、ピオキング。一瞬一瞬はいなくなった。で、分かってる分かってる。また下から丸々が出てきて上の針にやられちゃったってなるんでしょ。いけるかあいつ俺に恐れをなして逃げやがったぜ。もう俺に立てつくんじゃねえぞ丸々が。で、ごめんね、上のパウ通ったら先に進めなくなるっていうか戻れなくなりそうだから、こっちの土管に行きたいと思いますこれはもう塩かっこしなきゃいけないのか。やめろー。これ上で合ってんの？上行ってもさ、下に戻れるような気配が全然ないんだけど。なるほど、 USA が出てきてくれんのね。そしてこっちの土管に入ると面白い仕掛けを作ってくれんじゃねえか、もーちゃんさんよ。確かもーちゃんさんっていう名前だったような気がする。あー、そうだね、もーちゃん。右矢印メダル2つ取ってるんだね。じゃあもーちゃんのモノマネでもしていこうかな。めーめーヤギだよやべ、つまんなすぎてやべ。マリオは詰まったね。あー、ここか。ここの針に当たってチビになっていけっていうことだったんだね。いや、ごめんねみんな。僕がこんなんだったらさ、みんなのレベルも低いって思われちゃうかもしれない。あー、そうさ、僕はレベルが低いさ。でもみんなはレベルが高いからこそ僕を見下して笑ってんでしょ。それでいいんだ。だから今後ともよろしくお願いします。で、まだチャンネル登録してない方はぜひよろしくお願いします。誰もしねえよそんなことで。これどうやっていくの、こっから先。あー、なるほど、リングが取れるっていうことね。で、ここのブロックちょっと怪しくない？ちょっと壊してみようか。中にゴールがあるとかそんなことあるわけねえだろさあ、どうやっていこう。お、中間ポイントじゃん。結構早かったね。まあこれはね、最速が1分ぐらいだったからそんなに長いようなコースじゃないと思うんだよな。で、右にボム兵降ってきた。あ、左のボム兵も意味ないんだな。え、これどうやって開くの。あ、開いた開いた。さあ進んでいこうか。左のブラパとテレサはどういう意味があるんだろうな。あいつらの存在意義がわからない。なんかフラワー持ってこいって書いてるけど、フラワーを取れるような場所はなかったよね。はい、どうもこんにちは。で、こっから先なんか変わってる。で、左のフラワー、これ完全にレベルの位置じゃんか。どっちかわかんねえって。いや、どっちも違うパターンかもしんない。実はこっちにバブルが降ってきますよみたいな。うわ、違うか。じゃあどっちか選ばなきゃいけないんだね。左上、こっちが正解だ。そしたら上のブロックが来なんで？下に行こう。2分の1なんてね、所詮1回引っかかってしまえば1分の1に早変わりするんよ。そういうプラス思考でやっていかないとトロールコースっていうのはやっていけませんね。さあ、キラーが来てますけど裏にアイテムが隠されてる。そうだろそんな簡単に罠に引っかかってやると思うな。なかなか賢いんだよ僕。さあ、ここで久しぶりのジャッカマン。当たるかな。当たったね。そしてオートスクロールで右に行く。ここは上隠しブロックがあると思うよ。だからこのリフトに乗っていい。よーし、うますぎ。え、めちゃめちゃ乗りに乗ってない。そしてこの50コインの方には行かない。絶対落ちるだけだと思う。さあ、扉に入っていこうか。そしてこの次は、え、マジで調子良すぎ。土管に入れませんね
うわ、あの50個入りの方行けばよかったのか。うわ、久しぶりだね、テレサ、そんなに遠くにいるの。じゃあこれも久しぶりに謎そうか。シャイニングスターつづれば夢に眠る魔法、ロシが手のひらに降り注ぐ新たな地獄へ。まあまあ、でかいでかい。ここまでノーミスで来れたのはマジででかいね。で、この左に土管があったみたいだ。いや、これは一回引っかかるまでわかんねえな。さあ、USA で、上に行けばいいのかな。くっそ、こっちは死に耐久ではないね。あ、これは死に耐久の劇場版か。久しぶりだな、これも。で、この今度はブンブンがたくさんいるけど、結局左か下からか上からかブンブン以外の何かが来るみたいな。あ、ブンブン劇場か。いや、これ面白いね。いや、ブンブン来いよ。え、そのブンブンは、かわいそうに。で、今度はデカブンブンが来るけど、あなたが石をやし。いや、でもね、久しぶりに見れて楽しかったわ。え、じゃあここどうすればいいのかな。何もしない。そしたらあ、ツタが出てくるんだね。いや、あれうまいよね。この下ためで行くと思いきや下に土管を隠してるみたいな。で、これは土管か右下か、一旦土管入ってってみる。あ、入れるんだ。え、じゃあ下の土管は。もうじゃ変だよ。さっきも脳を見たって。え、じゃあこっちは何が。だよね。こうやって見渡したらさ、すごく気になるんだけど、右下の方に一つだけブロックがあるでしょ。あれ何なのかみたいな、めちゃめちゃ気になるんだよな。あっからなんか出てくるとか、そんな感じなんじゃない。あ、何も出てこないね。あの一つのブロックの意味が全然わかんない。じゃあこれ、あ、中間ポイント見えたよ。シャ、なんか今日はぬるく感じるね、このトロールコースが。まあ、クリア率が 1% ちょいだったからさ、そんなに難しくはないかなとは思ってたんだけど。で、これ怪しすぎる。左、これゴールなんじゃない。絶対かけてもいいね。最後はここに戻ってきてゴールしますみたいな。で、これは上に行っていいのかな。うわ、これ下やられない。なんかビーム来てんじゃん。あ、ビームを防いでくれんだね。オッケーオッケー。そして上のツタの方は隠しブロックがないみたい。いや、絶対砲台来るの分かってんだよな。弾が飛んでくるよ。でも僕は絶対に避けてみせる。見ててみんな、ガチで集中していい。あはははナイス反射神経。さあ、ここでキノコは取れませんけど、あのキノコの裏なんかいるんだろうな。でも、このキノコを取るというガバを見つけたいね。確か左ギリギリとかで取れるような気がするんだよな。諦めて進もうか。左のブロックを叩いてみるぜ。何もないぜ。右のブロック無機物、これで先に進めなくない。これちょっと壊しすぎやしないですか、無機物さん。左に行けって書いてる矢印の方を信じて行ってみる。なるほど、ここでキノコがもらえるってわけで。でも僕思ってることがあるんだよな。これ向こう岸まで渡れるんじゃないかなって。一発マリオメージよ。なめるなしゃっ、これ大事にしたいね。右は移動するかな、あのブラパー。左は安全だと思いきや、右が安全だ。よーし、うまい。え、マジでこのままゴールまで行っちゃおうぜ。この先は CP1。 え、チェックポイントは戻し。やっちゃダメだろ。いや、閉じ込めてくれよ。チェックポイントは戻しか、本当に頼む。そうじゃないであってくれ。え、なんか変わってる、もしかして。ここに来るまで何も変わってなかったんだけど、この下行ったらやられちゃったんだよな。だからこっから何か変わってるパターンみたいな。なんか変わってる。変わってる変わってる。だからチェックポイント1戻しと見せかけて、こっちが正規ルートなんだ。オッケーオッケー、それさえ分かればもういいよ。で、これ、なんか左下の方で下がってんだ。来た。はい、私もう完全に読めました。さっきさ、中間ポイント2のところゴールかもしれないって言ったじゃん。左のブロックが怪しいっつって、あそこがゴールなんだよ。だからそこまで行けばゴールできますみたいな。で、この先だったような気がするんだよな。あ、そうだそうだ、この50コインの下に行って左の土管に入ればゴールが待ってるんじゃない。でもそっち実は違いますみたいな。今度はドアが正解だ。そうだろ、どうだ。おおおおおおお、もうゴールは近いぞ。みんな左に行ったらどうなるかもちょっと気になったけど、チェックポイントにと見せかけてゴールなんだろ。分かってねえって、先作者こう左開くんじゃない。やったー。
今日はなかなか調子が良かったね。まあでも一回したことある講師なんでしょうっていう疑いの目もかけられそうなんですけど、本当に全部忘れてるからな。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、カウントスピロール4つのコースを合わせてみたということで、これねコース面にカウントスピロールって書いてると思うんだけど、改造、オート、スピードラン、トロールの4つを組み合わせた意味だと思うんだよね。いやこれめちゃめちゃ面白そうじゃない。で説明文に、ありがとう、そしてさよなら。待て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 、今日知り合ったばっかじゃんか。遠藤ひろゆきに遠藤って書いてるじゃんか。名前からして本当に終わってんじゃんか。アニメの最終回にありそうな説明文書かなくってさ、こんなに面白いコース作れるんならもうちょっと作ってくれよ。はい、それじゃあやってくれ。クリア率は 0.54%。 いや、どんな感じでまとめちゃおうかよね。それぞれのルートがあるのか、それとも4つを1つにまとめちゃうのか。さすがに4つを1つにまとめるの無理だと思うんだよな。で最初は改造コースっぽいけど、トロール要素がどっかにあるかもしんね。上のパワーブロック叩いたらいけないですよみたいな。まあ、いや一旦叩いてってみようか。いや違うんだって、これさ普通の改造コースなんかな。なんか見た目的にもそんな感じっぽいよな。だからコインの通りに行ってみる。そしたら進めたね。で次もコインの通り行ってみようか。なんだトロール要素ないじゃんけ。てっきりトロール要素あると思ってビビって損してしまったぜ。じゃあ今後ずっとね先にすこっち来いよってことはよ、一つ一つ別のパターンを作ってるコースっていうことなんじゃないかな。最初は改造コースで、次はスピードランか全自動かトロールコースのどれかみたいな、多分そんな感じだと思うんだよね。でこれスピンしていいのか、潰されてやられるとかそんなことはないよな。さっきトロールやったばっかりだからさ、頭がトロール脳になってるぜ。さあ次は AU、 あ、オートかな。ここでだからここでは何もしないでいいみたいな、でも実はトロール要素も含まっててやられますみたいな、そんなことちょっとだけ期待してるんだけど、いやそんなことはないね。なんかやられる感じが全然しないもん。いや本当に全自動なんだ。いやめちゃめちゃすごいねこのコース。まあ、全自動はめっちゃ楽だったね。で中間ポイントがそろそろ欲しい頃なんだけど、ランランってことはこっからスピードランってことか。ここでジャンプだ。反応できないだよ、急にジャンプしろだなんてさ。集中します、ジャンプジャンプ。そしてこの風に乗って左に走っていけばいいのかな。いやこれ一旦止まってよかった。でこの P スイッチを踏んだらダメだから、この P スイッチを越えてジャンプしてみようか。で一旦止まっておいて、ごめんねスピードランナーに止まるなんて。だってそうしないと絶対やられるもん、中間ポイントがないんだもん。もういいな、早く進め。ここはバレン乗って右、オッケーオッケー。でももう行き方分かったから、スピランっぽいところを見せてやるぜ。見たか、これがスピードランだ。次こそ決めたいね。見てて、僕のこの華麗でマリオさばきを。あのピースイッチをジャンプしておけて大ジャンプ。そしてここでバネを投げて、バネジャンプからのまだまだ続くのか。しかしここはどこもやられる要素がない、スピンジャンプで越えていく。で中間はトロールって書いてないかな。この先マジで中間ないの。ここまで来るのマジできついんだよ。頼む中間って、中間が欲しかっただけなんだけど、あの花子をかわすことができました。ダメよね、の花子、この花子。なんでだろう、この部屋が一番落ち着くわ。一番やられるようなコースなんだろうけどね、なんか知んないけどここが一番落ち着くわ。そしてこの P スイッチを踏んだ瞬間、あの砲台が落ちてくると見て、だから P スイッチを踏んだ瞬間右に出しな。もうこれで終わりかな、終わりだといいな。ここに来るまで本当にきついんだよ、もう30回ぐらいはやられてる。だからさ、このルアにまだ続くみたいなんだね。じゃあ一旦こっち行ってみようか。上は危ないね。バカいたよ。じゃあ上どうしよう、もう僕は下に行くことしかできない。あ、左にもまだ行けたのね。まあいいや、こっちに行ってみよう。さあこのちくわブロックの下には何があるんだ、邪魔するなキラーたちよ。頼む、下にドアがあってくれ。そうしないと僕はもうこのゲームやめちゃうこと。バネ、何このバネ。バカにするな。お願いします、僕に早くゴールをください。せめて中間ポイントをください。このコースはクリア率がめっちゃ低かったじゃん。その理由は絶対中間ポイントがないからだと思うんだよ。これを押される。でこのバネに乗って上に行け。
もう分かったぞ。ここは一番右の方に追っておけばいい。そしたら床がある。で、上のブラパもいなくなって、右上の土管に行けっていうことなんじゃない。ちょっと遠くないかこれ。行けるか。行け。よし、これゴールなんじゃない。やったいや、これは4つのコースを組み合わせるっていうめっちゃ面白い発想のコースだったね。見て見て、しかも最速も取ってる。いや、久しぶりだね、最速取れたの。ということで、高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければ、グッドボタン、そして、リオキングのチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。そして、Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。